さあトイック対策スクール SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあできましたかまあ B は違いますよねでなぜそれを感じるのかと言われたらまずは空襲の左側ですが犯罪が減少していると プラスの話いい話になってますよね。で空襲の右側特に文末見ていただけますと「犯罪が上昇」ああ困ってます。これはマイナスの内容ですよね。ですから空襲を挟んで前後は反対。でその対比的な内容と2行目の真ん中緑で書きましたが正解とそしてその右側全治4これが使われているのが最大のヒントですね。でできればこれは一発で言っていただきたいと思います。もちろん正解は A。 で、下に書き出してみたんですが、これで思い出せますでしょうかオールザヒカッキュプラス原因。こういうものを皆さんは高校生の時に習いましたね。ただそれ以降、いや、先生、結構時間経ってるんですけど。という方もたくさんいらっしゃるだろうと。ですから突然こんな感じで出てきた時にですね。ああ、先生、判断できません。判断が遅れる。まあ、それを避けるために採用してもいいんじゃなかろうかと。そういうことで本日持ってきました。 で、訳し方を付け出しておきましたが、点々点のためにそれだけ。もしくは点々点のためにその分、一層うにゃうにゃ。こちらを押さえていただきましょう。で、あとは見なを確認いたしますので、文頭をご覧ください。実に著しく減少していると。で、犯罪が減少しているんですね。で、いつと言われたら20世紀後半において、犯罪が実に著しく減少したということは、で、文末、3行目から4行目。犯罪が増加すると予想されていた期間。 そういう期間に having a card 起こった。つまり減少した。犯罪が増加すると予想されていた期間に減少したので、その分一層2行目の真ん中、重要である。大きな意味を持っている。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、周り一番に入る語く。 それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。